神宮寺ユータが新メンバーに追わせ、仲間の笑い声から感じる新たなる挑戦と絆。元キング・アンドプスの神宮寺ユータ26が新会社、トベに加入して活動を再開し、その勢いは止まることを知りません。5日、神宮寺は自身のインスタグラムで初の生配信を行い、ファンとの交流を深めました。 そこで見せた仲間の笑い声から感じられる新たなる挑戦と絆に、ファンたちは胸を躍らせています。その魅力的な魂の軌跡を追ってみましょう。飛べへの加入とファンの支持先月、滝沢秀明氏が設立した飛べに、神宮寺雄太と平野志洋が電撃加入し、新たなステージへの挑戦をスタートさせました。 ジャニーズ時代の輝かしいキャリアを背負いながらも、新たな風に向かって突き進む彼らの姿に、多くのファンが心からの応援を寄せています。インスタグラムのフォロワー数はたった1ヶ月で200万人を突破。それだけではありません。人流児の生配信は、まさに視聴者との温かなコミュニケーションの場となりました。笑顔あふれるキャンプからの生配信。 インスタライブが始まると、ラフなシャツ姿で登場した神宮寺は、キャンプでの楽しい思い出をファンに伝えました。滝沢氏らとのキャンプでの経験を振り返りながら、社長の手料理に舌鼓を打つ姿は、自然体でありながらも新たな環境での輝きを感じさせます。そして、キャンプの外から聞こえる仲間たちの笑い声。 神宮寺はにこやかに笑い、その声に対してまだ言えないです。でも僕たちの仲間の声なんで、本当に近いうちにわかると思うんで、うん、はい、と言葉を濁しました。ファンたちにとって仲間の存在は何よりも大切なもの。神宮寺のこのコメントから新たな絆の構築が進んでいることが伝わってきます。自然体なトークで共感を呼ぶ。 配信中には、神宮寺が須田川花火大会を偶然に見たことや、インスタの投稿でバイクのグローブを乗せたことについて語る場面も、その自然体なトークから、彼が夏を楽しんでいることが伝わってきます。ファンたちは彼の率直な姿に共感し、応援の気持ちをさらに強くしていることでしょう。第2回の開催しさと未来への意欲。 配信の終盤では、神宮寺は再びインスタライブを行うことを示唆しました。こんなにラフにできるんだったら外出た時とかやれたらいいなって思ってますと笑顔で話す姿にファンたちは胸を躍らせることでしょう。彼の意欲的な姿勢から、今後も素晴らしいエンターテインメントが期待できることを感じます。 そして、ファンからの、ライブできる日を待ってるよ、というメッセージに対しては、皆さんと会える日を楽しみにしてます。いろいろ考えて、皆さんを楽しませたいなと思ってます、と意気込みを語りました。彼の心からのファンへの思いが、真摯に伝わってきます。とべ、への加入以降、神宮寺雄太は、その魅力をさらに増し、ファンたちに新たな感動と絆を提供しています。 ジャニーズ時代の輝かしい活動から新たな挑戦を続ける彼の姿は多くの人々の心を引きつけること間違いありません。仲間たちとの絆を築きながら未知の領域へと進んでいく彼の今後の活躍にますます目が離せません。